ございます。ただいまからワクチン検査パッケージを踏まえたイベント開催のあり方に関する意見交換を開催いたします。皆様方におかれましては、お忙しいところ我が国におきましても、このワクチン接種証明と、または検査の陰性証明、これを組み合わせた、いわゆるワクチン検査パッケージというものを導入することによって、いわゆる感染拡大防止と、そして日常生活、社会活動、経済活動、この両立を図ることとしております。本日はスポーツ、スポーツのプロ野球、J リーグ、それぞれお越しをいただいて、すでに意見交換させていただいておりますけれども、今後さらに調整を進めてですね、適切なタイミングで、この技術実証を行っていきたいというふうに考えているところであります。実証にあたりましてはですね、例えば、この実施にあたってのコスト負担がどういうふうになっていくのか、どう考えていくのか、それから実際にこの検査の方の事前検査であったり、その現場での検査